藤谷蓮次郎です。2022年夏史メモリアル。8月に入りました。8月でいろんな皆さんの、できればその動画を見ていただいた方のコメントでその記憶とかを辿っていただければと。私自身の思い出を話しながらいろんな方々の言葉、あるいは思い出を話していただければというところで寄せている動画ですが、 えー、今回は8月に入って1回目8月の2日ですけど1つ目のアイドルコーナーまあアイドルだろうとロックだろうとポップだろうとフォークだろうと演歌だろうととにかく何でもいいやと思ってますむしろいろんなもんがごちゃごちゃになって混ざった方が、えー、いろんな人の集合的な記憶というのがそれぞれ特別じゃなくてね、えー、そういうところがあったらいいなと思って作っているものなのでこのアイドルの人に対する思いも、えー、話していきたいと思っています。 8月1発目は、一つ目は、近藤正彦氏の「けじめなさい」えー。ご記憶ですよね。近藤正彦さんの「けじめなさい」、マッチさんです。えー、マッチさんの「けじめなさい」は、1984年の6月、えー、まさに夏のマーケットに目がけて作られた曲だというのがわかりますね。詩が瓜野正夫さん、そして曲と編曲が魔界の浩二さん。私は瓜野正夫さん。 と、マカイノさんがコンビで作ってたとは思わずにですね、特に、やはりマッチさんですから、例の伊集院静香さん、えー、彼があの伊達歩さん、歩みさんでしたっけっていうペンネームで作られてるのかなと思ってたんで、ちょっと意外でした。ウリノさんはもうこの頃売れっ子にどんどんなっていくときで、マカイノさんの方は、私はあのどちらかというと西条秀樹さんのイメージが強いもんですから、マッチさんの曲もやってたんだと。えー、この マッチさんのけじめなさいに関しては、私は、まず、けじめなさいという言い方の面白さですね。で、最初の出だしから、けじめ、けじめなさいあなた、けじめのないあなたというようなフレーズですね、えー。これがすごくインパクトがあって、面白いこと歌う、面白い歌使う人、作る人たちだなと。ただ、あの、歌詞を思い出していただくと、8月の空はカーニバルでしたかね。8月の歌なんですね。 えー、そこから考えて私の思い出は、あの、夏場に、えー、大学時代、もうだから僕は大学生の頃なんで、この曲が流行ってから随分後ですよ。その当時でも、うわ、それ懐かしいねって言ってたくらいだったんですけど、えー、友人がですね、このけじめなさいを振り付きで堂々と歌いまして、男も女もいたんですけど、何人も。結構20人くらいいたところで、めちゃくちゃ面白かった記憶があります。このみんなが思わず微笑んでしまう、笑ってしまう、バカにしてるわけじゃなくてね、 笑ってしまう、微笑んでしまう曲というのがアイドルソングの一つの頂点だったような気は、一つの性格だったような気は私はいたしますが、いかがでしょうか。えー、今日は近藤正彦さんのけじめなさいというところ、曲の思い出に触れてみました。何かありましたらコメントでぜひ、えー、ご自分の記憶等を書いていただけるとありがたいです。それでは失礼します。